どうもこんにちは、あーちゃんねるです。今回は私の垢抜け方法をご紹介したいと思います。はい、ということで早速ご紹介していくんですけれども、その前に昔の私をお見せします。どうぞ。はい、こんな感じで、なんかこう幼いというかすごくダサかったです。はい、そんな私なんですけど、学校卒業してアパレル店員になって、いろんなお客様、いろんな人たちにおしゃれを届ける立場として、自分がもっと可愛くなったりおしゃれになったりしなきゃっていうので、いろいろしました。で、今ちょっとは垢抜けたんじゃないかなと思うので、皆さんの何かヒントになればいいなと思ってご紹介させていただきます。私は人は努力したら変われると思うので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、まず一つ目は前髪を変えました。はい、昔の私がこんな感じなんですけど、前髪が分厚かったんですけど、シースルーにしました。はい、っていうのも、こういうシースルーにすることで今どきな感じが出ますよね。まずあとそれだけじゃなくて、抜け感も出るし、何より大人っぽくなれるので、垢抜けは結構大人っぽさが重要かなと思うので、手軽に試せるシースルー前髪おすすめです。はい、大体の方がシースルーは似合うと思うんですけど、心配な方は、顔タイプ診断っていうのをすると、自分に合った前髪だったりとか髪型も分かると思うので、ぜひやってみてください。私は最近オルビスのアプリでやってみました。はい、続いて2つ目は顔の筋肉の使い方を気をつけるです。いろいろとあるんですけれども、まず私が気をつけたのは喋る時の筋肉の使い方です。以前までは結構ね、下の歯が見えるぐらいな感じで喋ってたんですよ。喋るときに口角を上げるような筋肉を使って話してなかったんですね。はい、それで YouTube の動画を撮ってるので、やはり自分の喋り方とかを見ていて違和感を覚えていて、あれ、なんか私ブサイクな喋り方してないかと思って、気にしてみてて、他の人と比べて、他の方は結構こう口角が上がって喋ってたりとか、なんかあんまり下の歯が見えるような喋り方をされてる方が少なくて、下の歯が見えなくて口角が少し上がったような喋り方の方が好印象も与えられていいなと思って、私はなるべく口角が上がるように、下の歯が見えないように喋ってます。これ、それだけで結構顔の筋肉も引き締まってくるかなと思います。はい、3つ目は歯のホワイトニングです。私は歯医者さんでマウスピースを作ってもらって、でそこに歯医者さんでもらったホワイトニング液を垂らしてつけるっていうホームホワイトニングをしてます。歯の色が黄色いよりも白い方が清潔感っていうのが生まれるので、一気に垢抜けると思います。 できれば歯の矯正もしてあげるとよりいいかなと思います。はい、4つ目は自分に自信を持つです。はい、なかなかこれって難しいかなって思いがちなんですけど、でもこの動画を見て今ご紹介した方法をやっていただくだけでも、自分はこれをしたぞっていう自信になると思うんですね。で、どんどんそれを重ねていって、自分の経験を積むことで自信になっていくかなと思うので、そういった自信をつけるっていうのが大事かなと思います。はい、私はすごくマイナス思考で、なんかこう自分なんかっていうタイプだったんですけど、美容のこととかいろいろやっていくにつれて、くよくよするぐらいなら頑張ろうって思いました。はい、5つ目は自分の骨格に合ったファッションをするです。でもこれにとらわれすぎなくていいんですよ。骨格ウェーブ、骨格ストレート、骨格ナチュラルにとらわれなくてもいいんですけど、なんかこう自分のファッションがうまくいかないときに、骨格に合うシルエットを選んだりとかすることでクリアになる部分もあると思うので、今の自分のファッションに何か変えたいなって思う方がいらっしゃったら、一度、骨格ファッションを意識してみてください。はい、6つ目は姿勢を良くするです。はい、姿勢って結構猫背だと垢抜けなかったりとか、こう顔が大きく見えたりスタイルが悪く見えるので、私がよくやってるのは、時間がある時にこう肩甲骨を寄せて、ここの可動を良くするじゃないですけど、肩甲骨を寄せると姿勢がグッと良くなるので、手軽にできると思います。はい、7つ目は眉毛を整えるです。はい、1つ目でもお話ししたんですけど、私結構前髪が分厚かったので、本当に眉毛のケアをしてなかったんですね。メイクの時も眉毛を描いてなかったぐらいなので、はい、ちょっと眉毛のここら辺を剃ってあげたりとか、私がおすすめなのがこちらのフーミのアイブロウブラシなんですけど、こちらは本当にテクニックいらずで綺麗な眉毛が描けるようになるので、眉毛描くの苦手だなっていう方もこちら使ってみるのはおすすめです。あとは先ほどもお話しした顔タイプ診断で自分に合う眉毛が分かります。
私だったらちょっとこう、おもなが系のソフトエレガントかエレガントで、どちらかというと大人顔で、そのタイプに合った眉毛をしてみたら、結構自分でも、あ、こっちがいいかもって思ったので、ぜひぜひ、オルビスのアプリ診断やってみてください。本当に。本当になんか案件みたいな感じですごい言ってますけど、全然案件じゃないので、やってみてください。はい、8個目はバッグを小さくしてみるです。バッグを小さくしてみると、なんかこう自分にいるアイテムっていうのが分かってくるんですね。余分なものを持たなくていいので、そういう習慣がまずバッグを小さくすることから身について、余計なものを買わなくなったりとか、そういう自分にいらないもの、いるものを見極められるのも垢抜けとして重要かなと思っていて、内面的な垢抜けですね、いいかなと思いました。あと外見的にもバッグを小さくするとスタイルもよく見えやすいので、ぜひしてみてください。はい、9つ目はまつげパーマをするです。はい、今ちょっとね、私取れてきちゃってるんですけど、まつげパーマをすることで目に光が入りやすくなって、なんかこう魅力的な瞳になれます。はい、あとはこう今マスクつけますよね。マスクつけてると結構こう蒸気みたいな感じになって下がってきがちなんですけど、まあ、そういう心配もないですし、まつエクをするよりもまつげパーマの方がこう元からこう美人な感じで見える気がするので、まつげパーマすごいおすすめです。やっぱりこうかかりたての時とかは目がねキラキラしてるなっていうのがわかると思います。はい、はい、10個目は自分で自分のご機嫌を取るです。まあ、人のせいにしないっていうサブテーマもあるんですけど、自分の機嫌を自分で取れなかったら結構人のせいにしがちだと思うんですね。例えば今日は誰もどこにも連れてってくれないから、せっかくの休みなのに暇だなとか、人のせいにもしてるし自分にも良くないじゃないですか。なので、まあ、自分の中で家にいる日だから気になってた映画を見ようとか、まあ、それこそさっきのまつげパーマしに行ってみようとかでもいいので、なんかこう自分のご機嫌をとって自分にご褒美をあげられる人になったら、自然とこうハッピーオーラが出たりとか、自分で自分にこうご褒美をあげられるっていうのは自分を愛せてるっていうことだと思うので、私もなかなかできない時が多いですけど、そういう人になりたいなと思っております。はい、ということで私の垢抜け方法をご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。もう本当はファッション編とかメイク編とか伝えたいことがいろいろあるので、また動画にできたらしていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらグッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。